Chandler had trouble making the win. 軽く左手でグローブを合わせました。両選手です。共にご覧のようにオーソドックス、右構えです。まあ、この大橋のトランクスはですね、チャン・ジュンクに最初の対戦の時に敗れた後を使っている縁起のいいトランクスなんですよね、はい。第1ラウンド、ともに相手の出方を伺っています。左を伸ばしました。チャンピオン早くも接近戦持ち込もうというチャンピオンです。これは第1ラウンドからなかなか激しい打ち合い、まあ、どうしてもですね、はい、大橋の場合ですね、カウンターボクサーなわけですよ、で自分からその仕掛けていかないですから、はい、やはり主導権を握って仕掛けていくのはチャンですからね。でできればですね、大橋としてはですね、やはりその接近戦ですね、はい、今左フックを打ちましたね、左フック、右ストレート、右アッパーを武器としてますからね、はい、逆に接近戦なら面白いですよ。大橋の右フックが入りました。そして左のフォローした大橋、挑戦者、まあ、チャンピオンもその前に右のアッパーをね、顎に待ってますが、そうですよね、非常にこの多彩なパンチを持っていますチャンピオンのチャン・ジュンク。やはり14回世界タイトル防衛というのはね、大変なことなんですよね、沼さんね。そうですよね、なかなかダウンもあってね、はい、いろんなやはり平場に打ってきてますからね、はい、その14回目の防衛戦の時は1ラウンドに左フックでダウンを取られまして、しかしその後よく挽回して勝っております。判定で勝っています。右のフックです。大きなフック、これ気をつけないといけないですね、このフックね。そうなんですよね、あのパンチ力はですね、いやその大橋と互角だと思うんですよね、接近戦での打ち合い、はい、体の骨格でね、体でちょっとそのチャンのが大きいような感じしますよね、はい、片岡さんどうですか。いやいいですね、あの大橋のパンチも入ってますからね、はい、ただ中入った時のショートがうまいですね。なるほどね、接近戦で打ち合いです。ボディから今度は顔面、左フックを返した大橋、左フック空振り、右左、左に当たりました。右アッパー、チャンピオン思い切ってチャンピオン持っていきます。アッパーが顎を捉えています。あのアッパー本当に気をつけないといけないですね。そうなんですね、まあ、それとですね、でその去年対戦しているということでね、はい、お互いにその手の内知ってますからね。あ、そうですね、相手がやはりこのくらいの選手になりますと、はい、こういうようなパンチに行ってはこういうふうに返すんだとかね、そういうのも全部頭で組み立てていますからね。なるほどね、残り時間10秒切りました。目を離せない試合になりました。 WBC 世界ジュニアフライ級タイトルマッチ12回戦、これです。第1ラウンドが終わりました。もうゴングは鳴っています。10対9と差がついていません。大橋秀樹はこれまで10戦して8勝 4KO2 敗、 KO 率5割を誇っています。今第2ラウンドの開始の鐘が鳴っています。画面ではラウンドの残り時間をご覧いただいております。白いトランクスがチャンピオンチャン・ジュンク、濃いピンクのトランクス、こちらが挑戦者の大橋秀幸です。まあ、あのチャンピオンのチャンですか、はい、いわゆる大橋に対してはですね、やはりその1ラウンド目から相当その自信を持ってね、はい、いわゆる戦ってますよね、まあ、あの大橋はその元来そのフットワークが使えない選手ですから、はい、やはりその動きを考えて左回り、左ジュア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 その左回りすることがね、はい、一番いいと思いますね、動きの中では、はい。しかしこうやって見てますと、このチャンというチャンピオンはですね、どこからでもこのパンチが出るというそんな感じですね。そうなんですね、はい、それだけですね、バランスがいいことなんですよね。なるほど、それですから、そのどこからでも手は出るわけですよね。左アッパー、左フック、チャンピオン右のフック、左はボディ、平滑では今のところチャンピオンが勝っているような気がします。右のフックです。大橋が右を返した、終わった、大橋の右当たった、右のショットが落としました。あのカウンターですよね、はい、大橋の一番の持ち味っていうのは、片岡さん、今当たりましたね、今ね、まあ、チャンがちょっと暗ってきましたんですね。しかしチャンも反撃、これは分かりません。激しく打ち合う、右のパン、大橋、チャンもボディへパンチ。
この前の試合に比べますと大橋も相当動きがいいようですね。これは動きいちこととですね、はい、相手をしっかり見てるちことですよね。あ、よく見てますね。よく見てます、はい、ですからチャンの方がその中に表からですね、打って大橋の方がその中から手を出してますよね。足を止めて打ち合いになっています。大橋も手を取りません。チャン、サスポにスイッチしてますよね。あ、そうですね、サスポになってますね、はい、このチャンが一試合に必ずと言っていいほどスイッチします。また元のスタリーへ戻りました。まあ、接近戦の打ち合いは大橋の方が勝ってますよ、はい、しかし今日は大橋もですねよく左を出しています。接近戦との打ち合い、左を伸ばす大橋、今日は左がよく出ていますね。沼津さん、チャンピオンの右、大橋最後のフック、はい、右打って左返して、左打ってすぐ右返してますからね、はい、つなぎのパンチが随分生きてます。なるほど、誰かみなすこのロングラインダウンドワリボは60年の2月12日、プロデビューしております。3年4ヶ月のキャリアです。まあ戦績とかそのプロのキャリアだけ見ますとね、はい、かなりチャンピオンが勝っているんですが、はい、この辺はいかがでしょうかね。まあ今日の試合見た限りはですね、はい、決してその大橋のボクシングは引きは取らないような感じますよね。そうですか、過去の実績を比較をしてですね、もっとも大橋の場合はプロに入る前にアマチュアで4年ほど経験があります。47戦ほど試合をしておりまして44勝です。一方のチャンの方もアマチュアで経験がありますが、右のですね唇の下ですね、はい、練習で切ったところから血が出てきたような感じがするんですが、どうでしょうか沼津さん。まあ、こちらがちょっと見えないんですけども、はい、まあ、多少縫ったばかり抜歯したばかりですから切れやすいことは切れやすくなってますよね。おっと、ちょっとバッティングの頭が上がりました、ね、少し血がにじんでますよ、はい、ちょっと血がにじんできました。チャンの練習の時に切った唇の下の傷です。接近戦での打ち合い、アッパーチャンピオンです。左フック、右アッパー、ショートアッパー、今度は左アッパー。まあ、1ラウンド目からですね、まあ、試合の展開としてはですね、はい、やはりそのチャンが積極的に前に出て、大橋はそれを受けてですね、はい、いわゆるその相打ちカウントをうまく使ってますよね、はい、チャンピオンの右が入っています。しかしチャンピオンが前へ出ていく。大橋も手は止めません。終わった、左フック、左フックですね、大橋は左フックをもらいました。右を捨てておいてからの左フック、はい、足のパンチです。大橋ダウンです。第3ラウンド大橋ダウン、立ち上がった、試合再開。さあチャンピオンが攻める、右アッパー、右アッパー、右アッパー、大橋またダウンか、ちょっと手をついた。しかしこれはダウンを取ります。ちょっと右手をついた大橋です。2度目のダウン、今日はフリーノックダウン制、何度ダウンしてもまだ試合が続行可能と言っておれば試合が続けられます。チャンが攻撃、左へ右へ、チャン迫る、大橋ベンチ、チャン、ワンタン、大橋またダウン、膝をつきました。残り時間37秒あります。残り34秒、まあ、大橋がですね、はい、まあ、これで相手が打ってきてフットワーク使える選手だったらね、はい、ある程度持つんですけどね。そして右のまぶたの上を切っています。大橋、大橋苦戦、チャンピオン迫る、大橋サンドの団子を奪われている。チャンピオン、チャン迫る、チャンが迫る、大橋頑張る、まあ、大橋も早く切ってますよ。大橋の右のスパー切ってます、チャンピオンが上手くなった。残り10秒、いけ、チャンス、大橋、大橋逆転のチャンス、大橋チャンスだ。残り時間ほとんどない、可能です。第3ラウンド終わりました。菊池さん、それほど効いてないということですから、ダメージはそれほどないですか。チャンの方がですね、はい、足に来たということでダメージの方が逆にあるような感じします、ね、そうですか。さあ第4ラウンド両方にとってチャンスです。まだちょっと足元が怪しいという感じがします。チャンピオン、チャンジュンク、チャンスですよね。そうですね、鶴太郎さんも思わず声が出ました。大橋チャンスです。まあ、このままですね、いわゆるその12ラウンド行くっていうね、はい、判定はないと思うんですよ。なるほど、まあ、逆チャンスですよ。大橋攻める、はい、攻めなきゃいけない、打ち合いです。左行った、大橋チャンピオン、ちょっとふらついた。しかし大橋は右のバンター大きく切っています。
両選手とも勝負に出ているとそんな感じも しますね。もう両者ですね、はい、セミの勝負してますよ、はい、目の離せない好試合になりました。 WBC 世界ジュニアフライ級タイトルマッチ、左キック、大橋バック、左は空振り、左キック、チャンピオンの右です。まあ、一発二発目が当たらなくてもその後のパンチ気をつけないといけないですね。そうですね、あの返しのパンチですね、はい、両者十分気をつけなきゃいけないですよ。激しい打ち合いだ。クリッチはありません。いい、大橋の右です。左行った大橋、チャンスだ。ボディ、この顔面、大橋チャンプ打ち返す。大橋左行った、チャンピオン足が来ている。大橋のチャンピオン足が来ています。大橋チャンスです。しかしチャンピオンもさすが14回防衛の実績があります。一歩もひんません。素晴らしい試合になりました。大橋のダウンカウントがまた違うところにストレート、大橋の右ストレートが当たりました。右ストレート、あれはカウンターですからね。カウンターになっています。生きてるんですよ、はい、左利きチャンピオン右アッパー。大橋よく相手の動きを見ています。この相手との間合いなんですが、これいかがですか。あのお互いにですね、はい、いわゆるその打てる、はい、打ち返せる距離ですね。そうですか、あんまり打たれてはいけません。大橋右、大橋右です。まあ、大橋としてはですね、勝負するには、はい、やはりどんどん前に出てきてくれた方がいいわけですよ。チャンはしかし打たれながらも前へ出ます。今のところやはり手数ではチャンが勝っていますが、大橋一発一発の力はあるようですね、左利きから右ストレートをフォローしました。大橋右ラッパーチャンピオン、右ラッパー、大橋もパンチを返す。左利き右、大橋チャンピオンアッパー。第4ラウンド終わりました。このラウンドでの3番採点は10対、はい、そして4ラウンドが大橋と、今のところ1ポイント大橋リードですね。そうなんですよね、はい、試合は第5ラウンドに入りました。 WBC 世界ジュニアフライ級タイトルマッチ、チャンピオン韓国のチャン・ジュン対挑戦者米倉仁大橋ステージ。この後楽園ホール、立水の余地もないほどお客さんが入っておりますが、大橋コールが起こっています。どうやさん、はい、どうさん、大橋コーナーですが、はい、大橋コーナーはですね、あの米倉会長に聞きましたがね、非常にあのはっきりしているという意識も、ダメージがあの先ほどのいいパンチで蘇ったと、完全に大丈夫であるというふうに言ってましてね、そうです。あとはとにかく相手をよく見ていけと、序盤戦よく見てましたんでね、もう一回あの 1,2,3 ラウンドのようにゆっくり見ていけというふうに指示を出しました。そうですか。レッド大橋いいですね、今の左のダブルスクですね、はい。今日は大橋コーナーは三好アナウンサー、そしてチャンピオンコーナーは松前アナウンサーが待機しておりまして、随時レポートを入れてくれることになっております。まあ、あの普通のボクサーじゃね、はい、大橋もいわゆるパンチ食ったらほとんども倒れてると思うんですよ。ただですね、チャンはやはり練習とですね、いわゆるその打たれても効いてても前に出るから前に出るから持ってるんですよね。やはりタフですね、この辺ね。左キックチャンピオン、右ラッパーは空振り、左フックも空振りです。しかしその後すぐフォローがあります。チャンピオンです。チャンピオンよくね、やはり見てますよね、はい、右です。大橋左キック、しかしチャンピオンの顔面もだいぶ好調してまいりました。赤くなってまいりました。白いトランクス、チャンピオンのチャンジュン、濃いピンクのトランクスが挑戦者の大橋です。なかなか好試合を展開しております。右、左、左と右、大橋のパンチが当たっています。右ストレート、右です、大橋です。チャンピオンちょっと足を使う、じっくりと相手を見ています。大橋秀幸、まあこれでアウト、右です。チャンピオン、まあ、これで大橋がですね、何を奪うようなことがありますと、逆転 KO も十分考えられますね。いや、十分ありますよ、そうですね、まあ、大橋も今つらいでしょうけど、はい、でもね、練習してきたんですから、そうですね、チャンスですからね、世界取る、そのチャンスにはですね、そのチャンスにはやはりあのチャンスは出てこなきゃいけないわけですよ。前にミガパー、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 連続してミガパーです。大橋右ストレート、大橋右、
激しい試合です。もう壮烈な打ち合いですよね。本当にいい試合です。白子振り絞る両選手チャンが出ます。ロープを背にしています。大橋これワンド第5ラウンド終わりました。山田さんの採点再戦に臨んでおります。まあ、このチャンにこの前負けた時のですね、はい、試合の後の参戦、これが大橋にとっては非常にいい勉強になっているようですね。そうですね、まあ、あの負けたということで今土屋さんが言いましたようにですね、はい、相当その研究したということでしょうね。はい、一昨年の、はい、土屋さん、はい、あの挑戦者コーナーですがね、あの大橋選手目の上を切ってますよね。はい、こちらにはとにかく松本さんと川島さんという名カットマンがいますから ね、 そ、 うですね、あのそれほど深くはないと、はい、今はきっちり止まっているというふうに言ってます。今のところ心配ありません。そうですか、はい、一昨年の12月の14日でした。このチャン・ジョンクの持ちます同じタイトルに大橋が7戦目で挑戦しました。しかしこの時は韓国で試合が行われまして5ラウンドテクニカルノックアウトで大橋が負けております。その5ラウンドは終わりました。試合は第6ラウンドに入っています。まだまだ両選手ともに十分チャンスはあります。しかしチャンピオンのチャンとしてもですね、非常にあの苦しい試合と言っていいでしょうね。そうですね、まあ、あの14回防衛してますけどね、はい、まあ、これだけ苦しい試合はなかったんじゃないですかね。はい、放送席土屋さん、はい、チャンピオンコーナーですが、このラウンド始まるときですね、チャンピオンマウスピースを忘れていったんです。あ、そうですか。今マウスピースをしていません。ですからあまり攻めていけないんではないかという話もあるんです。なるほど、はい、それを果たして挑戦者の方の大橋が気がついていますかどうか。チャンはマウスピースを忘れて今してないということなんですが、これはあの野本さん、かなり危険なことなんですか。いい、大したあの危険なことじゃないわけですよ、はい、攻めていこうと思えばいくらでも攻めていけると思うんですけど、まあ、ちゃんとしてもですね、はい、作戦としてはちょっともう中休みというような感じしてんじゃないですか。なるほど ね、 ですね、まあ、しかしあのマウスピースをしてないとですね、口の中が切れやすいとかそういうことはあるわけですね。それはありますよ、はい、でもなかなかですね、口には当たらないわけですよ。そうですか。あの手出していてもですね、はい、ちらっと時計の方を見ました。大橋残り時間40秒あります。第6ラウンドボディへのパンチチャンです。このラウンドはちょっと片岡さんね、中山休んでますね、そんな感じですね、やっぱりあの2ラウンドだけ動いたわけですけどね、片岡さんもね、プロテストで、はい、やはりあの疲れてくると動けないもんですか。いやもう本当に大変です。そうですか、ましてね、12ラウンドフルにこうやって打ち合うですからね、大変でしょうね、大変なことですわ。残り10秒切りました。左利きチャンピオン大橋の左利きに第6ラウンドが終わりました。これでもやっぱタフですね。そうですね、体のパワーがやっぱりありますね、はい、試合は第7ラウンドに入りました。 WBC 世界ジュニアフライ級タイトルマッチ12回戦、白いトランクスがチャンピオンのチャン・ジュンク、まあ、水をあのかぶせた汗もあるんですけれども、かなりトランクスがですねびしょびしょになってますね。そうですね、まあ、それとですね、はい、チャンピオンのチャンの偉いところはですね、自分が仕掛けていかなかったら試合はならないということをね、はい、分かってるわけですよ、大橋は彼ら自分が仕掛けていかない選手だということを知ってて、あえて自分から仕掛けていくことはね、彼の並大抵のことじゃないですよね。なるほど、まあ、離れてよし、打ってよしのボクサーですけどね、やはりチャンピオンですよ。まあ、挑戦者の大橋はですね、スタミナが一番心配されたんですが、まあ、今度はですね、2回キャンプをありましたね。4月に伊豆、はい、そして5月の17日から24日まで千葉と、まあ、これで十分走り込んでますんでね。そうですね、その走り込みの成果が出てますよね。あ、スタミナ十分持ってます、はい、まあ、そういったその練習が後半に出てくれるといいんですが、大橋どうやさん、はい、そのスタミナという点ですけれどもね、チャンピオンサイドチョンマネージャー、まあ、大橋がいくら練習したとはいえ、スタミナという点ではやはりチャンピオンの方がはるかに上だというね、強気の姿勢を崩していないんですよね、はい、それでとにかく勝負は後半だと、後半にかけるチャンピオンはとにかく強いんだ、見てくれと言ってますね。なるほど、左利きです。大橋チャンピオンも返します。ミラッパー
球を放ちました。鼻血を出しました大橋。この前の試合の時も鼻血を相当出しました大橋ですね、韓国で。そうですよね、まあ、アッパーですね、はい、右のアッパーで鼻血出しちゃったんですよね。やはりこの鼻血を出すと相当呼吸が苦しくなるもんなんでしょうか。いい、鼻血はね、さほど感じないです。そうです、やはり目ですね、はい、目はどうしてもその目の中に入りますから、ね、大橋さん、チャンピオンの右から左でしょうかね、これはね。そうですね、まあ、左に完全に当たったのは分かったんですけどね、はい、右はちょっとそのレフリーで分からなかったわけです、はい、チャンピオンまたチャンスです。頑張れ大橋、右アッパー、チャンピオン右、右アッパー、左来た、大橋を打ち返す。しかしチャンピオンポーズ、危ない大橋、危ない、なった、よろけた大橋、またダウンを取りました。この2度目のダウン、通算これが5回目のダウンになります。大橋で時計の方をちらっと見ました。残り時間ほとんどありません。まだ大丈夫ですね。どうか、はい、レフリーは続きます。飛びません。さあ、これバンク、これバンクです、それゴングです、合計5回になりましたね。そうですね、ね、まあ、意識ははっきりしてますよ、はい、こう見た感じで目はしっかりしてますね。しっかりしてますからね、さあ試合は残り5ラウンドになりました。第8ラウンドに入りました。まあ、それにしてもですね、チャンピオンのチャンですか、はい、恐ろしい選手ですよね。そうですね、本当にパワーあるし、チャンも右の目尻来たようです。大橋の右、左フォロー、大橋、右、大橋が反撃だ、右行くか、勝負に出ましたか、大橋、右、左行くか、ロングフックです、左、激しい打ち合い、さあ、大橋のチャンスだ、一進一退の攻防です、ボディブロー、ちょっと腰を2つにしました、チャンピオン。今のボディブローどうなんですか。いや、あのボール、あのボディブローは効いてないです。そうですか。打ち合い、右のアッパー。いや、打ち合って音ありますね。パーありますよね。まあ、こう見てましても、はい、わしと比較するしますとですね、やその体一回り違いますもんね。どうやさん、はい、大橋選手はこのラウンド勝負をかけてます。そうですか。米倉会長に出るときにね、このラウンド勝負をかける行くというふうに言ったそうです。そうですか。米倉会長は残り2分で行くと言ったんですが、あっと大橋さん、連続でチャンピオンの右アッパーが顔面を捉えました。大橋また揺れてました。顔面血だらけになりました大橋。レフリーはどうか止めるか、試合を続けるか。フリーノックダウン制です。なんとダウンしても止めません。大橋頑張れ、右打たせながらもその一発狙ってますよね。あった、よろけた大橋、右のアッパーが顔面を捉えました。ここでレフリーが止めました。レフリーが止めました。はい、キューチャン、ルーシャイデン、ผลงานการสร้างของสุรศรีผาธรรมยุทธศิลป์มูลสำรวจจำกัดการSoke desmida. Oksek gaun ul ipo nawasimdamaneun. Aju jeonju gwanjongdeureul mani oseosseoyo. Han 3-4000, 4000이 넘는 것 같은데요. 네, 지금 관중은 한 4000명 가량이 이루고 있습니다. 네, 네.